レスリー・ウォードは、イギリスの挿絵画家である。イギリスの娯楽雑誌、バニティ・フェアに、多くの有名人のカリカチュアを描いたことで知られる。しばしばスパイアド・ドロールの名前で、作品を発表した。ロンドンに生まれた。父親のエドワード・マシュー・ウォードは、歴史画を描いた画家で、母親のヘンリエッタ・ウォードも、ジェームズ・ウォードから続く画家の家系で、自らも、歴史画や風俗画を描いた。 母方の縁石には、肖像画家のジョン・ジャクソンや動物画も描いた、ジョージ・モーランドもいて、多くの芸術家たちの中で育った。イートン校で学んでいた頃から、友人や教師の似顔絵を描き始め、1867年に16歳で、兄の教像をロイヤルアカデミー・オブアーツに出展した。父親は建築家になることを望み、父親の友人の建築家の事務所で不本意な時間を、 過ごした後、父から許しを得て1871年に、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの学校で絵の勉強を始めた。娯楽雑誌のバニティフェアは1868年に創刊されていて、1873年に、ウォードは雑誌の創刊者のボールズに作品を送り、ボールズと不仲になったカリロ・ペリグリーニに代わって、バニティフェアに雇われ、筆名はスパイとして、 カリカチュアを描く仕事を始めた。1873年から1911年の約40年間、バニティフェアで働き、1325点の似顔絵を描いた。1868年から1914年まで刊行されたバニティフェアに掲載されたカリカチュア2387点の半分以上は、ウォードが描いたことになった。九百十五年に、 自伝、40 years of spy を出版した。ありがとうございます。